花が咲いたよ。変わる四季を告げる白い花が咲いたよ。入りの坂道、日が沈み、あむれ歌がよ、染み渡る。カバシャアボヨゴロヨシモト、カイシャクトバの温かさ、一の夜まで小鬼の中、カバシャクニボンギに抱かれて。はい、最後数曜中うがなべら三振エヴァンジェリスト前ちんこと前田明やいビギーン。いえ、さあ今日も楽しい三振ライフ、驚きサビア、ビギーンのね、私もとても大好きな、国分岐の花、この国分岐っていうのはね、沖縄ではまあよく南部の空母岐ってねよく言うんですけどね、まあ、シークワーサー、ヒラミレモンのね、木なんですけど、この葉っぱをね、この、こすったり、また近く歩いてると、この風がね、このさらさ、あの木を叩く、あの葉っぱを叩くとね、このプーンってヒラミレモン、シークワーサー独特の匂いがするんですよ。で、小学校の時にね、この田舎に行った時に、この森の中に入っていくとね、この風がこの、空部木をこう、国分の木をこうさーってこうさささささっていうね、そうするとプーンってこのシークワーサーのね葉っぱの匂いがして、おってした時にはなぜおっとしたかというと、この木をポンって足で蹴るんですよ。そうするとバサバサバサって上からですね、クワガタが落ちてくる。そんな感じでですね、クワガタを取っていた、小さい頃を思い出します。ちょうどね、これから、だんだんこの、葉っぱの色が濃くなって、そして、花が咲いて、そしてまあ9月ぐらいからね、来年の2月ぐらいまでの間にこのシークワーサーの時期が来て、結構賑わうんですけどね、この今はもうね全国的にこう知られて、あれをですねこの半分に切ってね、この青森ちょっとこう垂らすと絞るとですね、またなかなかおつなカクテルができてですね、いいですよね。それとかまたよくシーズンに来たらね、今これからカツオですかね、カツオのたたきにもねチュッて絞るとまたうまいしですね、それとか9月ですか、サンマとか、戻りガツオっていう感じでね、やっぱり魚系に、ね、やっぱりこの柑橘の、風味というのはとても合いますよね。夕だれが出てきますね、そんな感じでですね、この結構今、一年中ですねこの冷凍にされたものとかですね、
出回っていて、一年中本当にあのシークワーサーが、食べられますのでね、体にもとてもいいと思うし、このなんていうんですかね、こう食欲がない時にね、このよく冷やそうめんとかもね、シークワーサーをちょっと垂らすとなんかいい感じで、なんか夏の涼って感じでですね、食欲ない時は特にいいですね。そんな感じの、今日は国分岐の花、この白い花がね、咲いた頃っていうのはこのちょうど9月前ぐらいからだったかな、何月からかな、そういえば7月ぐらいから咲くのかな、結構そんな感じの、国分の岐、そのもう沖縄の南部から北部やんばるの方までね、結構たくさんの木が植えられて、まあ自然に自生もあるし、植えてあるところもあるし、でもうどこでも鈴なりに実がなって、とてもいい、なんていうかな、沖縄を象徴する、果物ですよね、シークワーサーってね、そんな感じの、柑橘類のね、いい感じの、国分岐の花、ぜひともまたその時期来たらですね、この花も嗅いでみてください。いい、なんていうかね、やっぱ花と、ジャスミンのイメージが僕はあるんですよね、いつもね。不思議にコーヒーの木も結構沖縄は今栽培されていて、どうも花の匂い、みんな私はジャスミンの匂いに、なんか感じてしまうんですけども、どうですかね。まあ結構そういう感じの、花の香りはですね、いい感じ、これからコーヒーの花ですよね。あ、もう咲いてる、咲いてますね、コーヒーの木ね。コーヒーの木の花もいいですよね。いろんな花があって、ユリはもう終わるか、ね、結構白い花っていうのはね、すごくなんか清められたような感じがしてとてもいいですよね、大好きですね。栗分岐の花、もし、この、ビギンのね、この歌はとてもいい感じのフィーリングで、初心者の方も、結構そんなに難易度はあんまりないと思うんですよね。自分のキーの高さに合わせて、弾いて楽しんでみてはどうかなと思います。はい、ということで、今はですね、いろんな形の音楽ジャンルが、どん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 三線も取り入れてくれてるような気がします。そして、低音域から高音域まで、そして、中音域好きな人もいますけどね、そんな感じでいろんな音を、自分なりに、楽しんでみてはどうかなと。いろんな音の楽しみ方は人それぞれ、感性で、できますのでね、ぜひとも、三線を、もっともっと、身近にね置いてほしいなと思っております。ということで、アンシェ、またヤッハソイ。